皆さんこんにちは、ペソでございます。健信さんで全国統一を目指す武将風雲673回目ですね。やっていきましょう。とりあえず教育、あで、ここからね、いきましょう。32だね。400ぐらいね、いらっしゃったと思うんですけど、鉄砲が100丁ほどなんで、400の舞台でちょっとちょっかい出しに行きましょうか。6 7 9 10、影勝さんにしようか。鉄砲、そうだね、綱重さんだけ鉄砲でいきましょうか。ほい、まあ削りに行くだけなんでね。あ、本陣か。よし、このど真ん中にしたのかな。山野さんか。いや、危ない危ない危ない。
あ、長松さん寝返った。びっくりした。あ、畑野さんね。これをどこまで合わせるかですよね。
ギリギリまでね粘りたいですね。帰りましょう。制裁さんなくなった。あらら。誰がいいんだろう。ここ丹羽さんかな。
仕上げきれんかったな。そうですね、高虎さんあたりを、ああそうか、それか影勝さんを、影勝さんか綱重さん戻してくるかですよね。あれ？あ、サコンさん？サコンさん、あ、来た来た来た。はい。はあ。ここはまあまあ若手がね揃っとるんですけどね。財産なくなったのはよいしょ。これで小笠原さんも上がんなくなっちゃうか。まあ、あと75の人がね来てくれるのを待つばかりなんですけど、67でしょ、69、まあ、もうちょっと技術上げようか。
よし、先手打てた。かもしれんけどね。うん、引き上げたね。おっと、危ない。インしちゃってるからな。まあ、半分以下に減らせばね。おっしゃ捕まえた。これはね、我々で行かないとね。はい、それでは今回はね、こちらで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。